航空自衛隊の U-125A 捜索救難機と UH-60J 救難ヘリコプター、海上自衛隊の救難飛行艇 US-2 救難機は捜索救難活動を行うために用いられる航空機。ヘリコプター、飛行艇、固定翼機のいずれもが救難機として用いられる。このうち飛行艇やヘリコプターは設置。 着水して遭難者を直接救出する。これに対し、固定翼機は、航続距離が長く高速であることを活かして、広範囲を捜索し、遭難者の位置を確認した上で、飛行艇やヘリコプター、あるいは、地上の救難隊を指揮する、救難捜索機として使用される。ヘリコプターの登場以前は、滑走路以外の場所での離着陸が可能な唯一の航空機として、 飛行艇が広く用いられた。しかし飛行艇は一定以上の波行では着水できず、そのような状況でこそ海難が多発することからヘリコプターの登場とともにとって変わられた。しかし日本やロシアではヘリコプターの行動半径外での回収のため、より過酷な解消状況での着水を可能とした機体が開発、運用されている。また飛行艇は 陸上機に比べ速度や航続距離が劣ることから、海上自衛隊では現場海域へ、消害機を先行させ、詳細な位置の特定や通信中継などの救難補助を行う。ヘリコプターは垂直離着陸が可能で機動性に優れるという特徴から、救難機に適した機体であり、自衛隊、消防、海上保安庁で救助用のヘリとして使用されている。一方で、積載量、 航続距離、速度は固定翼機に劣るため、自衛隊では、陸上と近海では、ヘリコプター、遠洋では、飛行艇と特性に応じた運用体系を構築している。航空自衛隊航空救難弾の救難隊、海上自衛隊の救難飛行隊や、他国の軍隊の救難隊などが使用する救難専用の機体があり、捜索救難活動に対応して、 救助ホイストや捜索レーダー、赤外線探知装置などが追加装備され、遠距離での捜索に対応して、気象レーダー、管制広報装置、空中給油機能などを備えている。なお、海軍の懲戒ヘリコプターは、本来の救難機ではないが、海上で運用されることから、海難救助の対策を考慮して、救助ホイストなどの救難用装備を搭載していることが多い。また、 軍用の救難ヘリコプターには、戦闘捜索救難に重点を置いた仕様として、妨害する敵を排除するために、機関銃などが装備されている場合もある。救難捜索機の場合、多くの国では運用コストを削減するため哨戒機に、兼任させている。哨戒機に搭載された機材の一部は、捜索に転用でき、長時間の対空が可能であるが、不要な機材の多くは、 大掛かりな工事なしで降ろすことができないなど、専用機に比べ使い勝手が悪い。このため輸送機や民間向けビジネスジェットを改造した機体を導入する国もある。ありがとうございます。